はい、皆さんこんにちは、清水先生の須です。今回は中学生理科の化学のところをやっていこうと思います。結構鉄板問題で、水の電気分解というのはよく出てくる問題です。まあ、他には、まあ、炭酸水素ナトリウムとかよく出てきますよね。今回はその、まあ、分子モデルという形で、まあ、原子モデル、分子モデルと言われるところの問題となっています。今回はその解き方をやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。はじめに水の、まあ、化学式を書いていきます。これを覚えておきましょう。はい、H2O です。で、H2O の時に電気分解、まあ分解のやつなんで、この2つが分かれるんですね。なので、H2 たす O って形になります。この時に係数を揃えないといけないんですけど、ここの O っていうのは原子なんですけど、空気中の時は絶対分子になります。なので、O2 になると。そしたら、2個あるに対してこれ1個なので数が合わないので、これを2倍にします。2個できるという形になります。そうすると O1 個に対してかける2なので合ってます。 H が2個に対して2個、ってことは2人が C なので、ここの数が合ってないことがわかります。なので係数を揃えるという形で2倍にします。なので化学式はこういった形になります。ってことはここから選んでいかないといけないということなんですけど、はい、水が2つですね。で、水素の分子が2つ、水素の分子が2つあります。で、酸素の分子が1つあるということから、答えは A になります。はい、どうでしょうか。最後になんですけど、まあ、化学式でちゃんと把握していけないところが、この 2H と H2 ですね。原子の数は同じなんですけど、これは離れている状態、これはくっついている状態です。分子はくっついている、これ原子が2個です。こういったこともしっかりと把握ができると、応用的な問題もどんどんと解けると思います。今回の問題が面白いと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の授業で。それではね。バイバイ。